ヤフー YouTube、どうもなです。さて、今日もね、ヘアスタイルを見ていこうかなと思います。はい。で、今日はですね、こちらですね、イルマリさんですね。リップスライムの。はい、お題いただいたので、やっていこうと思います。ね、ちょっと、今、休止中かな設定。僕ら世代とかだと結構見てる人、聞いてる人、多かったんじゃないかなと思います、多分。うん。僕ちょっと上とか、の人とか。は結構聞いてたんじゃないかな。うん。まあ、ってことで、まあ、イルマリさんやっていくんですけども、イルマリさんね、そんなにね、ヘアスタイルをね、そんなにバンバン変えてないんですよ。そんなにちょっとの差があるんですけども、まあ、少しの差でちょっと変わってはくるので、ご説明しようかなと思います。で、この写真からなんですけど、まあ、基本的には普通にベリーショートなんですよ。これはもう見てわかるよね。ベリーショートって短め。金髪ね。金髪です。うん、ベリーショートで、なんですけども、イルマリさんの場合は、ちょっとね、おもながに見えやすいような、ベリーショートにしてます。まあ、もともと、丸っこいっていうよりかは、どちらかというと、おもながベースのバランスの方なんですけども、より、まあ、見えやすくするというか、ごめんなさい。になってくるんです。で、なぜかっていうと、このね、いつもね、刈り上げっていうか、刈り上げではないんだけども、長いところと短いところの差をつけるところがよく僕が言うこの外人ラインからなんだよね。そう、このこめかみ上のところ、こめかみ上、鉢植え、まあこのボンドクボ上だね。もっと上かもしれない。ちょっと描こうか。簡単に。もっと下げれば、オモナガの人は、オモナガが強調されないような感じにはなってきます。で、イルマリさんの場合は、青。結構上なの。うん。で、こめかみ、例えばこめかみ8、ボンノクボとか。この青とピンクのやり方、見てわかる通り、青の方がイルマリさんで、こう上に、ここのライン、青のラインから下が結構短めにカットしてある。短めにカットしてあって、上の方をちょっと長く伸ばしてるっていう。そう。要は、ここの部分で。この僕の手の部分から上の部分。何個か前に、その外人ラインさんと、外人ラインとその、8で取る分の分け方が、確かね、ワンダイレクションの、こう、のヘアスタイル解説にちょっとやったんだよね。ジャスティン・ビーバーとの比較を、うん、ジャスティン・ビーバーとはこういうちょっと上の部分で撮ってます、うん、で、ここで撮るとやっぱりここ横がなくなるからより縦に見えやすくなる。なので鉢が張ってる張ってないとかじゃなくて、おもながに見えやすい人はそこのピンク、こめかみ鉢、ボンノクボとか、もっと下とかで 下のラインで短くしてあげて、その上のライン、このラインから上のラインをちょっと長めに残してあげる、うん、より鉢の方がいいんだよね。鉢に置き換えると、要は鉢の部分に長さが出てくるから横広がりも見えやすい、うん、これはもう毎回言ってることなんだけども、なのでちょっと重めにしてもいいかなと思います、うん、まあ井上さんの場合はちょっと軽めにしてやる、うん、で少し前髪を、長めに残す、少し少し、まあ、全体のヘアスタイルのバランスからすればちょっと短く、長く残してるっていうようなバランスです、うん、なんでここで注意するのはここだけ本当に、うん、僕みたいなタイプとかもそうなんだけども、おもながの人はもうグッと上まで刈っちゃうと、おもなが強調されちゃう結構、うん、今マスク時代だからとか言ってもやっぱり形っていうのは、ね、どうしても残っちゃうから、おもながの人は重めに残してあげるのがいいんじゃないかなと僕は思います。うん。
そこだけ注意だね。結構大事だからね、この部分でも全然差が変わってきちゃったりとかします。で、この時なんかはまあ、いろんな言い方があるから、どれでも間違ってはないんだけども、まあ、差をつけるためにちょっと説明すると、まあ、これは2ブロックだね。2ブロショートでいいと思います。で、2ブロックをするときに、まあ、全部2ブロックでもいい、後ろまで2ブロックでもいいけども、こめかみ上、耳後ろ、このラインこめかみから、こめかみ上ねから耳後ろ、この横三角ベースのとこだけ刈り上げちゃって、で後ろも刈り上げるんだけど、後ろは上とつなげるような感じで切ってあげてもいいと思います。ボンドクボグラインまで刈ってあげて、じゃなくて全部刈り上げるんだったら、このライトでこめかみ上、耳上、耳上いったらボンドクボ、これはどちらでもいいんだよね。後ろを2ブロックでがっつり刈り上げて、上の髪の毛が収まる髪質の人だったらいいんだよね。柔らかかったりとか、ピンピンしない人とかだったらいいんだけども、多分大抵結構ね、みんなね、張ったりとか、もう張るっていうのも、その刈り上げのラインのポイントなんだよね。どこでちゃんとボンドクボの骨の部分でやるとか、それって人によって違うから、そこによって、ちゃんと刈り上げた方がいいか、刈り上げない方がいいかっていうのは決まってくるので、それは美容師さんと相談してもらった方がいいかなとは思います。うん。で、ショートなんだけども、まあ、上の部分ね、上の部分は、簡単に言えば前上がりマッシュみたいな感じ。前上がりマッシュって言い方も変なんだけども、要はこのラインとマッシュラインでこう前上でぐらい切ってるでしょ。でそこからこう後ろに下がってる感じで切ってる、まあ、後ろ下がりマッシュでも前上がりマッシュでもどっちでもいいんだけども、基本そのマッシュラインをキープしつつ段を全体的につけてあげる、軽くしてあげるっていうのが一つ、うん、ポイント。この全体的にマッシュした後に段を全体的に入れる、段を短めにね、ごめんなさい、短めに入れる、ここは結構ポイントとして大事なんじゃないかな。マッシュだけだとねパツンってなっちゃうから、ちょっとランダムにしてあげる、うん、特にこれは、はい、明るいとこと暗いところの差が結構あるから、それによってちょっと違ってくるかなっていう気がします。うん、そうだね、ちょっとの差だけど違ったりとかするからね。で、この時なんかも普通の1枚目と近いショートといえばショート、まあ、伸びてきたなっていう感じなんですけども、まあちょっと手を加えるっていうことにすると、まあ、ベリーショートはベリーショートなの、ベリーショートはベリーショートなんだけども、耳上2センチだね。こめかみ下ぐらいから鉢下、耳後ろ、もう本当にこのラインだね。横のこのライン、ね、黒くなってるとこ、まあ、これは基本金髪にして、1枚目みたいに金髪にして伸びてきて、カッ短くして染めなかったら、ここだけ黒いからさ、短くしたら、そうだから、で毛先は金髪だから、ただ切って染めてないだけでしょって、まあそれはそうなんだよ、それはそうなんだけど、それだともう話がつまんなくなっちゃうというか、それだけになっちゃうから、今回はこの耳上2センチ部分を短くして、2ブロックじゃないよ、2ブロックじゃないけど短くして、他の部分を残す、そうで、これくらい重い、耳上2センチぐらいの重さになると、ここは今セットでねぺっちゃんってしてるけども、ここが長くなるから横に広がるから、よりもうちょっとこの重長のバランスが変わってくる
うん、横に広がるとね、これペチャンとして上だけ立たしてるけど、これ横に横もちゃんとセットして上げてあげるともうちょっとこうなりやすい、おもながに見えないようなバランスになってる。でこの写真の場合は襟足を少し残してるね。残すっていうよりかはちょっとこうボソボソってなってる、うん、ちょっとだからよりこの写真で言えばオーナーを若干強調させるような感じ。まあ別に、まあ僕もそうなんだけども、別にオーナーだからなんだっていう話じゃなくて、別にオーナーだったらオーナーを強調するためにちょっと長めにして、ちょっとバランスを可愛い、ちょっと個性的な感じにするっていうのも全然ありだと思う。うん。だからまあこれ、襟足なくして、もし短くして、横の長さをもうちょっと長く残すと、見え方がオーナーからちょっと横広がり。みたいな感じのバランスに見えたりもするので、少しの差なんだよね。本当に若干の差。うん、で、前髪短めにするのがポイントではあるんだけども、この若干の差っていうのを少し変えてあげるだけでも見え方だったりとか、バランスっていうのは全然メンズヘアではもう少し1センチ、もう 5ミリ1センチの差でだいぶ全然変わってくる。正直1ミリじゃ変わんない。うん、俺は1ミリじゃ変わんない。でもよく1ミリ、ミリ単位でのって言うけど、まあ、ミリ単位でもそうなんだよ。まあ、5ミリぐらいやると変わるけど、もう1ミリ、2ミリだってそんな変わんないから。うん。けど、この差、ここの差とかでだいぶ変わってくるから、そこだけは自分の頭の中に入れて、自分の頭を理解して、美容師さんと相談してやるといいのかなとは思うので、その辺も美容師さんと相談してね、ぜひやってみてください。バイバイ。